ピノッキオの冒険。昔々あるところに王様がありました。とはなりません。木入れが一つあったのです。木入れを手に入れたジェペットじいさんは人形を作り、ピノッキオと名付けました。ところがこのピノッキオは勉強も努力も大嫌い。食べて飲んで遊んで暮らすのが夢だという怠け者でした。そんなピノッキオのためにジェペットじいさんは自分の上着を売って学校へ行かせようとしましたが、ピノッキオはそのお金で人形芝居を見に行く始末。しかもその芝居もピノッキオが起こした騒ぎで台無しになりました。最初は怒っていた人形芝居の親方でしたが、ピノッキオのために上着を売ったというジェペットじいさんに同情し、ピノッキオに金貨をあげました。そのことを知ったキツネと猫が金貨を奪おうとしてピノッキオを騙し、カシの木に吊るしてしまいました。殺されかけたピノッキオは仙女に救われましたが、その代わりに嘘をつくと鼻が伸びるようになりました。ピノッキオは仙女にいい子になると誓い、ジェペットじいさんのところへ帰り、学校に通うようになりました。仙女様が約束してくれたんだ、いい子にしていれば人間の子供にしてくれるって。でもやっぱりピノッキオはいい子にはなれませんでした。悪い友達に誘われて遊んで暮らせるという国に向かったのです。その国で遊んでばかりいたピノッキオはロバの姿になってしまいました。実はこの国は子供を騙してさらい、ロバとして働かせていたのでした。ロバになったピノッキオは皮を剥がれるために海に投げ込まれましたが、魚たちがロバの部分の皮や肉を食べてしまったので、ピノッキオは元の人形に戻りました。帰ってこないピノッキオを探すため海に出たジェペットじいさんを追いかけて、ピノッキオも海へ行きました。ところが大きな負荷に飲み込まれてしまいました。するとその負荷の腹の中にはジェペットじいさんがいたのです。喜んだピノッキオはいい子になり、仙女に人間にしてもらいました。おしまい。補足。怠け者の木の人形が悪さをするたびに罰を受け、改心して人間の男の子になる物語。1881年発表。世界中に愛読されているイタリアの児童文学。ピノッキオが悪さをする様子が人間の子供の姿そのままの魅力です。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。